はい、今日私は大剣王国紫村園内にございますイチャリバファクトリーさんへ来ております。今日はこの方にお話をお伺いしたいと思います。まずは自己紹介をお願いいたします。こんにちは、イチャリバファクトリーの原田と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、大剣王国紫村の園内で、まあ、大剣工房としてやられているイチャリバファクトリーさんなんですけれども、この度何か美味しいスイーツなんかも始めたそうですね。はい、通常私どもは大剣を、アクアドーム、ブレスレット、はい、あとオルゴールなどやってるんですけれども、うん、今回7月に、今年の7月にですね、ガジュマルフルーツってのをオープンさせていただきました。ガジュマルフルーツ、すごくお店の名前から気になるんですけれども、はい、お店の名前の由来お伺いしてもいいでしょうか。後ろに映ってると思うんですけれども、はい、大きくて立派なガジュマルがあるんですよ、うん、そこから取らせていただいた名前です。なるほど、はい、このね、本当にイチャリバファクトリーさんのすぐお隣にすごく立派なガジュマルの木があるんですけれども、まあ、それにちなんで今回ガジュマルフルーツをオープンしたということです。はい、さあ早速ですが、どういったメニューがあるのかご紹介をお願いいたします。はい、ですね、チュラフルーツ飴、あとはチュラサンデ、うん、ガジュマルポテト、うん、という食べ物が3つ、あとはね、はい、トロピカルドリンクとしてマンゴー、うん、バンシル、パインの3種類のドリンクを用意してます。すごくおやつ時にね、もう嬉しいメニューが揃っているんですけれども、はい、まずはこのチュラフルーツ飴、どういったフルーツを使っているんでしょうか。ですね、いちごとマスカット、ぶどうを使っているんですけれども、はい、いちごは国産のいちごを使用してます。でもね、ぶどうもね、あの国産のものを使ってるんですけれども、うん、ゆくゆくはですね、はい、読谷いちごも使ってみるということも考えてます。いいですね、地元の方が喜ぶメニューがさらに増えていくということですね。そうですね、はい、その他チュラさんではどういったデザートなんでしょうか。はい、アイスクリームをベースに置いてフルーツを散りばめまして、チョコレートと生クリームをトッピングして、ハートのマシュマロをね、一つパンと入ってますね。いいですね、こうどちらにもフルーツが使われているということだったんですけれども、はい、このフルーツって季節で変わったりするんですか。そうですね、あの季節によっては少ない時期もありますので、それによって変わることはあるんですけれども、なるべくは、ね、変えないようにね、頑張ってやっていってます。ちなみに今の時期のおすすめは何でしょう。やっぱりね、あのフルーツ飴の方がおすすめになります。うん、結構観光客の方とかも来られるんじゃないですか。そうですね、うん、来られますよ。修学旅行生とかも多いですし、もう週末になりますと外国人の方とも多くいらっしゃいます。そうなんですね、すごくね、本当にインスタ映えもしそうですから、もう多くのね、若い方からさまざまな外国人の方まで人気を呼んでいるということです。その他ガジュマルポテト、こちらはどういったメニューなんでしょうか。ガジュマルポテトはですね、はい、北海道産の大きめのじゃがいもを使って、うん、ロングのね、リング状のロングのポテトになっています。結構迫力が。そうですね、皆さん驚かれますね、うん、いいですね、はい、こちらも同じく写真映えしそうですね。そうですね結構皆さん写真とかも撮っていかれるんじゃないですか。もう必ず撮っていかれる実はですね、某有名大物アーティストはいの方が来られまして、はい、うちのチュラフルーツ飴食べていただいたんですよ。でその方が嬉しいことに SNS でご紹介していただいて、うん、はいはい、最近はその方のファンの方が、はい、遠くは北海道から、来られたりもしてます。すごいですね、はるばる北北海道から来られるお客様もいるということ で、ね、はい、このチュラフルーツ飴、どういった味の特徴がありますか。飴の方でコーティングしてますので、うん、甘さと酸味、うん、酸っぱさとか合わさってね、美味しく召し上がれる。外はねカリカリでね、うん、なんかジューシー、いいですね。そんな感じですね。その他このガジュマルポテトの方はお味は。
あの味の方はですね、うん、カレーの方で味付けさせていただいてます、そうなんですね、はい、そしたらこの甘いフルーツからこのまたカレー味のポテトで、そうですね、また美味しいおやつ時間を過ごせるのではないかなと、そうですね、楽しんでいただけたら嬉しいです、はい、そして今回なんとこの夕刊 TV をご覧の方に何か嬉しいお知らせがあるんですよね。はい、実は私ども今私ともね体験をされた方もしくはガジュマルフルーツさんで何かね、食べ物とか買われたお客様にのお子様にね対象で期間限定のね、プレゼントの方を用意してます、でスーパーボールすくい、はい、からヨーヨー釣り、はい、その2点あとはね、はい、消しゴムの方をお子様にはプレゼントさせていただいてます。ヨーヨー釣りとスーパーボールすくいが、はい、このガジュマルフルーツもしくはイチャリバファクトリーさんをご利用された方限定でこちら無料で、無料でやってます、そうなんですね、はい、こちら期間の方はいつまでになりますか。はい、たくさんのお子さんにたくさん喜んでいただきたいので、1月の末ぐらいまでは頑張ってやっていこうと思います。なんと翌年2023年の1月までこちら夕刊 TV をご覧の方に夕刊 TV を見ましたよというふうに、おっしゃっていただきますとこのヨーヨー釣りとスーパーボールすくいを無料で体験させていただけるということです、はい、こちら対象年齢はございますか。いえ、決めてないんですけれども、まあ、お子さんやりたい方って言われれば、もうやっていただこうかなと思ってます。なるほど、ぜひあのお子様連れのファミリーの方とかね、またお孫さんを連れてその他友人やカップルでぜひご利用ください。そうですね、楽しんでくれれば嬉しいです。はい、それではお店の営業時間と定休日を教えてください。はい、の営業時間の方は朝の9時からで、はい、夜の10時までの営業時間になってます、その間はね頑張ってやりますのでね、皆さん本当に楽しみに楽しんでくださるようにね頑張りますので、足を運んでくださるとね嬉しいです。定休日はございますか。定休日はねうちの方はないです。お、年中無休で、年中無休です。やってらっしゃるということです、はい、そうしましたら最後にリスナーの皆様へ PR をお願いいたします。はい、私ども本当にお子様方を中心に楽しんでいただけるようにスタッフ一同努力してまいりますので、どうぞ皆様ファクトリー、それから美味しいフルーツ、アメリカが食べられるガジュマルフルーツの方、足を運んでみてください。お願いいたします、はい、ぜひですね体験王国紫村の方では12月2日からランタンフェスティバルの方も開催されますので、その際にはぜひこちらのねイチャリバファクトリーさん、そしてガジュマルフルーツさん、ぜひ足をお運びください。はい、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。